はい、皆さんこんばんは。今回は久々ですね、Android 用の ASRE モニター、忘れていません。こちらの方の、新しい試みをご紹介したいと思います。すでに iPhone 版、iPad 版ですね、外部スイッチユニットというのを、Bluetooth で接続するやつを作ってるんですけれども、そちらを出した当初というか、もっと言うとそれよりももっと前からですね、Android 用のですね、遠隔操作スイッチみたいなのないのかとかですね、そういうの作れないのかということで、リクエストを、これも昔からいただいてたんですけれども、なかなかこう、時間がないとかっこつけて、自分の技量不足を言い訳してたんですけれども、今回ですね、いよいよ気が向いたということでですね、やってみました。で、実際今日の何時からやったんですかね、9時、10時ぐらいからですかね、夜の10時ぐらいから始めて、ようやく今できたということになります。できたといっても、実験が一応一通りできたということなんで、まだ製品云々ではないんですけど、一応今からやってみます。で、これ Android ですね、懐かしい SH03C ってやつですね。どうでもいいですね。で、こちら Android 2.1 の端末です。で、Bluetooth 2.0 の規格を使ってやります。で、スイッチはこちら、ちょっと小さいですけれども、これですね。これがスイッチ。で、特にこれ別に何か端末線につながってないです。Bluetooth ですでにちょっと接続してあるんですけど、こちらの方はちょっと見せられないんですけれども、特別何かでつながって、Bluetooth だけでつながってます。トリップクリアのスイッチという一応前提でやってます。それではやってみます。こんな感じですね。押せばクリアされてる。距離が進んでないんでですね、ちょっと音しかわかんないですけども、一応クリアはされているという形になります。はい。ということでですね、お待たせしました。こちらの方、ようやく、私の方もできる、目安がついたかなということになります。もう少しだけお待ちください。以上、Android 用 ASRE モニター、Bluetooth を使った外部スイッチの、ご紹介でした。それではまた。